ここは。ムネチ君、急にひざまずいたりしてどうしたの？二人とも何をしてますの？失礼ですわよ。控えよ、御前である。神々しく、どこまでも尊い。ひざまずかずにはいられぬ。まさか、まさか、あのお方が。主人、頭を下げるんだ。どうして？いいから早く。こう？その方らが、アーバシライへ渡った者たちか。はっ、その席は自分めが。よい、とがめるために呼んだわけではない。表を上げよ。なるほど、アシュパクルによく似ておる。親父、父はあの国で一体何を。身の程をわきまえ。恐れ多くも正常に向かって直に問うとは何事か。はっ、失礼いたしました。構わぬ。子が親を思い、その安否を気遣うは道理。どうして無下にできよう。やはりこのお方が荒人神たる、大和が帝。来光よ、祭りごととは多くの者たちの声に耳を傾けることから始まる。神を導くため世は決めねばならぬ。この大和の行く末は、世が大和そのものであるがゆえに。はっ、出過ぎた真似を。アシュパクルが子オシトルよ、流行る気持ちはわかるが、まずはかの地でそなたに起こったことを語ってはくれぬか。ははほのかよ、かの地に赴きどう感じた。はい、以前の報告にありました通り、外郭での環境はさらに厳しさを増していると思われます。彼らが何をしようとしているのかは分かりませんが、注視しておくべきかと。そうか、オシスよ、どう思う。はい、これまでにはなかった動きだと思います。かの地に何かしらの変化が起きていると考えるのが妥当かと存じます。潜伏していた幾人ものカラスが消息を絶ち、最後のカラスとなったアシュパクル殿もゲートで脱出を試みましたが、追っ手に捕まり殉国。おそらく何らかの情報を掴んでいたと思われますが、彼が一体何を伝えようとしていたのか、もはや知るすべもありません。父のことが気になるか。アシュパクルはタラス、世直属の隠密である。世の命によりかの地アーバシュランでの任についておった。父は同心だったはずです。お役目の最中に命を落としたと。それがなぜ。アーバシュランとは、禁忌に触れ追放された者たちが住まう食材の国。カラスは影となりかの地に潜り込み、
大和に降りかかる災いを未然に防ぐのが務め。その環境は過酷であり、長期にわたるため帰還は難しくなる。故に使命を帯びた者はその身を亡き者とし、この世界から存在を抹消する。アシュパクルはそれを承知で、このヤマトのためカラスになることを選んだのだ。あやつは、いや、これ以上は言うまい。良い顔をしとる。家族を捨てたと父を責めてはならぬ。それを命じた世を恨め。いえ、そうだったか。親父は誇りに思うといい。あの男こそもののヤマトの生まれである。まこと良い男であった。はい、誇りに思っております。うん、話は変わるが、もうお嬢ちゃん。はい、何でありましょうか。いや、そっちのお嬢さんではなく、こっちのお嬢ちゃんじゃな。私？そう、そなたか。聖書、私の方から。シューゲスさんと言いましたね。アシュパクルさんと一緒に暮らしていたそうですが、彼から何か預かっていませんか？それをこちらに渡していただきたいのです。やだ。それは正常より可視された品。ヤマトの機密に抵触します。あなたが持っていて良いものではありません。わしすよ、幼子相手にそう頭ごなしに言うものではない。のう、お嬢ちゃん、すまぬが、アシュパクルから預かったものを見せてはもらえぬか。なに、少し調べるだけ。すぐに返すと約束しよう。本当？ああ、もちろんだとも。それじゃあ。さすがアシュパクルよな。お嬢ちゃんに感謝を。これであやつも本懐を遂げたであろう。影として一矢報告でヤマトに尽くしたあやつの名を世は決して忘れぬ。アシュパクルに安らかな旅立ちを。武装の者のアシュパクルに。我らが友よ、永遠たれ。王様。ところでお嬢ちゃん、ずいぶんと昔のおもちゃを連れておるな。おもちゃ？彼のこと？ああ、そうじゃ。それは大昔のからくり人形でな。地下の部屋で見つけたの。かの地には数多くの遺跡があるからの。彼も調べるの？よいよい、それはよくありふれたものだからの。よかったね、春。ありふれたものなんだって。しかし、
血色は良いようじゃの。うん、この子元気だよ。いや、そのからくりのことではない、そなたのことじゃ。え、私どこか具合が悪いところはないかの。え、ううん、平気だけど。これは大切なことじゃ。本当に何ともないのだな。うん、本当だけど、本当に平気。そうか。あの、それはどういう意味でしょうか。そうだな、知っておいた方が良いやもしれん。アーバシランの民はな、このヤマトで暮らすことができぬ。いや、単刀直入に言えば長く生きられぬのだ。環境が合わぬのであろう。数日から数ヶ月のうちに徐々に衰弱し、正気を失い、ついには死に至る。まさか。オシトル？シュニャ、本当に大丈夫なのか？うん、平気だってばもう。話を聞く限り、本来であればすでに何かしら症状が出ているはず。それが見られぬということは、その子には何かしらの耐性があるのやもしれぬ。そうですか、よかった。だがな、お一人よ、それはヤマトの者にも言える。は、アーバシュランの民はこのヤマトで生きてゆくことはできぬ。逆にヤマトの民もかの地では生きてゆけぬのだ。そなたたち、あのまま奥へと進んでいたら今頃命はなかったぞ。聖書、かの地についてはいかがいたしましょうか。そうであるな。恐れながら聖女、今一度かの地へ、アーバシュランへ行かせてください。言うたはず、ヤマトの者は生きては行けぬと。それとも何かの冗談とでも思うたか。ですが父は長い間あの地に潜伏しておりました。すなわち生きて行ける何かしらの手段があるはずです。リコトマよ、そなたはどう見る。資質はありそうですが、今はただ無駄死にするだけでありましょうな。であろうな。お一人よ、そなたは足りぬものが多すぎる。善とある若者をみすみす七へ送るわけにはゆかぬ。覚悟の上です、どうか。覚悟？何を勘違いをしている。正常は足りぬとおっしゃられているのだ。覚えておくがいい。弱者が何を言おうと、空疎な戯言に過ぎぬということを。ならば俺を鍛えてください。父がなそうとしていたことを、守りたかったものを、この目で確かめたいんです。今はまだ無理でも、必ずや無双の者の父となり、ヤマトの正常のお役に。貴様、御前であるぞ。お願いいたします、お願いいたします。オシトル、若いの、父と同じ道を選ぶか。本望です。リコトマよ、こやつ鍛え上げられるか。
五家名とあらば。ならばその方に任せる。この雛鳥をヤマトの男に鍛え上げよ。仰せのままに。旧友パシパグルをしのぐ立派なもののふに育て上げてみせましょうぞ。まさかディコトマ様が、ヤマト最強と謳われるディコトマ様がこの俺を。父を超えよ、お一人。はい、その言葉を胸に刻み、神明を閉じて修練に励みます。うん、こたびの件はここまでとする。皆の者下がるがよい。ほのかよ、あとは任せた。はい、それでは皆さんはこちらへ。行こう、おしとる。ん？ああ、お嬢ちゃんは残りなさい。え？これまで何事もなかったとはいえ、いつ変調が現れても不思議ではない。ここでなら万が一何かあった時でも対処できるからの。それは大切に思うのであれば判断を見誤ってはならぬぞ。はい、シュニア、ここに残るんだ。オシトル？体のことを考えるならそうさせてもらった方がいい。やだ。シュニア。やだったらやだ、ダモン。オシトルのそばにいる。しかしの。やだやだやだ、オシトルお願い。シュニア。やれやれ、仕方がないの。リコトマ、頼めるか。ヒナドリがいくら増えたところでいささかも変わりませぬよ。そうか、では任せるとしよう。ただし少しばかり体を調べさせてもらうがの。でなければこのヤマトに置いておくことはできぬ。そんなのでいいの？待て、シュニャ、何してる？調べるって脱ぐんだよね。ああ、いや、そうではなくての。今、ほのか様がものすごい速度で正常に肘鉄を。見なかったことにしよう。シュニャさんはこちらへ。やれやれだ。何も知らないってのはある意味最強だね。シューニャ、どうだった？なんか針でブスってされた。はあ、大丈夫なのか？ちょっと痛かったけど、もう平気。あとは裸になったり、おしっこさせられたり、お尻に何か入れられたくらいだから。おお！いやいやいや、本当に大丈夫なのか？うろたえんなって。ただの医療検査だから安心しな。お待たせしましたわ。宗近、これまで世話になったな。この恩はいつか必ず。いえ、そのことなのですが、小生もリコタマ様のもとで修練を積むことになりましたの。え、どういうこと？母上から正常に宛てた信書の中には、小生をこのヤマトで鍛えてほしいという旨がしたためてあったそうです。初めからリコタマ様のもとで修行をするため、あなたたちに同行してヤマトに向かわせたようなのですが、大使を積むには帝都での弁学が不可欠なのは分かってはいましたが、まさかこのような形で。じゃあ宗近もまた一緒なんだ。ええ、
これからもよろしくお願いしますわね。これも何かの縁か。こちらこそよろしく頼む。では皆さん、リコトマ様のお屋敷へ向かってください。はい、ほのか様、お世話になりました。成長した皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。これでよろしいのですか？構わぬ。しばらくは様子を見るとしよう。新品だぜ。次も当店で